俺の名前は日田忠志。大学を卒業し、ヤクザ家業に入って半年の土新人だ。この半年、兄貴たちに言われるままに走り回り、とにかく言うことを聞いてきた。何せ、ヤクザ家業なんていうのは上下関係がやたらと厳しい。俺は学生時代とは違った厳しさの中で必死にもがいてきたというわけだ。おい、玄関の掃き掃除ができてねえぞ。玄関なんていうのは組の顔だ。きっちり掃除ができてねえと客人が来た時に笑われんだろう。そう言ってきたのは俺の先輩西田さんだ。てめえは何をさせても呪いんだよ。仕事ってのは手早くきっちりやるもんだ。そう言ったかと思ったら拳が飛んでくる。何をするにも拳を振るうのがこの人なのだ。またある時には買い物を言い渡される。おい、新人。新人と言われても俺のことだと思っていなかった頃はそれを聞き逃して殴られた。だが、この頃は新人イコール俺だと認識できるようになっていたのだが。何でしょうか？俺は走って西田の元へ急いだ。遅えんだよ。俺が呼んだらすぐに来いって言ってんだろうがよ。どうしててめえはそう遅いんだよ。またしても拳が飛んでくる。実のところこれくらいの拳なら避けることができる。そのため避けてしまったことがある。避けたために余計に怒られさらに殴られたことがあり、それ以来西田の拳を避けることをしなくなった俺は西田の良きサンドバッグとなっていた。いいか、俺が呼んだら5秒で来い。そんな無理なとは思うが、返事ははい以外にない。先輩が言うことには絶対服従が鉄則だ。とにかくこの西田という男は自分が思う通りに下が動かないとまるでヒステリーのように怒鳴り散らすのだから厄介なやつとしか言いようがない。それでも先輩なのだから言うことを聞くしかないわけだ。これは大変だな。そう思いながらも毎日青色吐息で頑張っていた頃、組員全員でハワイ旅行だという話が聞こえてきた。マジか！ただでハワイ旅行とか頑張ってきてよかった！一般社会で言うところの社員旅行というやつだろう。俺は俺と同じようにスタッパ組員とハワイ旅行について話していた。ところがこれを西田が聞いていたのだ。おい、新人。はい。ハワイ旅行なんて誰から聞いた？誰からと言いますと。誰からってのは誰からってことだよ。なんとなくみんなが噂してたんでそうなのかと思ったんですが、違うんですか？バカ野郎、俺が質問してんだよ。なんで俺が質問してるのにてめえが質問してんだよ。すいません。またしても拳が飛んできた。いいか、俺が質問してる時にてめえが質問なんかすんじゃねえぞ。なんとも理不尽だ。はい。それで誰から聞いたんだ？掃除してた時に兄貴たちが話していたのを聞いたんです。へえ、そうか。聞いてもいいですか？なんだ。西田さんはハワイの話を知らなかったんですか？ああ、今初めて聞いたぜ。そうなんですか。あちこちで噂している話だというのに、西田はそれを知らないということは、みんな西田をあまりよく思っていないのかもしれない。俺はここで西田が結構嫌われていることを察したのだった。それで、ハワイ旅行ってのは、ただで行けるのか？そうらしいです。社員旅行のようなものらしいです。へえ、そうかよ。こいつはいいや。こういうのって今までなかったんですか？ああ、俺がこの組に入って結構になるけどな。
今までこんなのは初めてのことよ。てめえは入ってまだ半年だってのに、随分と恵まれてるじゃねえか。はい、ありがたいことに今年からだとしたら本当に恵まれてると思います。面白くねえな。え？おい、これは全員参加なのか？はい、そう聞いています。そうか、電話番もおかずに行くってのかよ。変な話だな。そうですね。でもこの旅行でみんなと仲良くなれるかもしれませんね。あ？社員旅行とかって親睦を深めるためにやるじゃないですか。だから俺もみんなと仲良くなれるかもしれませんね。あめえなてめえは。え？いいか、てめえみてえな新入りは兄さん方の手伝いをしたり荷物運びをしたりするもんなんだ。遊びに行くわけじゃねえんだぞ。ああ、はい、そうですね。だから旅行の前に俺の家に来い。え、西田さんの家に？どうしてですか？旅行の準備だよ。俺の荷物をしっかり準備するんだ。西田さんの荷物ですか？ああ、必要なものの買い出しなんかもあるからな。行き先はハワイなんだぜ。日焼けオイルとか水着とか必要なものがいろいろあるだろうよ。そういうのを買いに行くって仕事もあるんだ。それ俺がやるんですか？当たり前だろうがよ。先輩の荷物は下っ端が作るんだよ。俺は忙しいんだからな。はい、わかりました。こんな話は聞いたことがないが、西田に逆らってもしょうがないので、俺は数日前に荷造りに西田の家を訪れ、言われるままに荷物を作ったのだった。当日となり、いざ空港に行こうとしたら西田から連絡が来た。今度は荷物を空港まで運べというのだ。俺は自分の荷物と西田の荷物を車に積み込むと、西田を車に乗せ空港へと走った。駐車場に車を止め、結局大変な思いをして二人分の荷物を俺が運んだのだが、その間西田はブラブラと俺の前を歩いていた。確か西田の子分は森山だよな。なんで森山は来ないんだろうな。そんな疑問を抱きながらも、俺は楽しいはずのハワイ旅行に胸をときめかせていた。空港に入るとみんな楽しげに話し込んでいたが、西田は俺を解放することはなかった。おい、飲み物を買ってこい。はい、何がいいですか？そんなこといちいち聞いてんじゃねえや。俺が好きそうなものくらい覚えておけ。今日も今日とて西田のわがままが炸裂する。俺は他の人と話がしたいと思いながらも、西田の言うがままに用事をこなしていた。すると搭乗券が配られ始めた。だがおかしなことに俺の搭乗券だけがないのだ。配っていた組員に聞くと西田に渡したという。どうやら俺が飲み物を買いに走っている間に配ったらしい。俺は西田に聞いてみた。西田さん、俺の分の搭乗券はどこですか？ああ、知らねえよ。でも西田さんに渡したと聞いていますよ。知らねえんだからねえんだろ。それだと飛行機に乗れない。新人のてめえは留守番なんだよ。西田はそう言いながら意地の悪そうな笑みを浮かべていた。俺がお前の分まで楽しんできてやるからよ。てめえはしっかり電話番してるんだぞ。俺はがっかりしながら事務所に戻って留守番をするしかなかったのだった。ところがハワイに到着した一行は大変な騒ぎとなっていたらしい。なぜ若がいないんだ？そう叫んだのは先輩西田の兄貴分東丸だ。東丸は幹部なのだが、俺が組長の息子であることを知っている。
実は俺は大学を卒業後、本当なら一般企業に就職しようと思っていた。ところが父である組長が息子が一人しかいないということで、俺を組に入れたのだった。いずれは若頭となり、組長にするために。俺としてはそんな重責に身を置くことは嫌だし、ヤクザなんていつ狙われるかもわからない職業は絶対にやりたくないと思っていた。ところが父はたくさんの組員を路頭に迷わせるわけにはいかない。だからといって誰がなってもいいというものでもない。組長の意思を告げるものでなければならないわけだ。そこで俺に何が何でもヤクザになれと言ってきたわけだ。まあ、喧嘩の腕もそれ相応の俺は、企業に勤めるだけが人生じゃないと自分に言い聞かせ、ヤクザになったわけだが。やってみると、思いのほか大変だったというわけだ。そんなこんなで、俺が未来の若頭だと知っている東丸は、俺がいないことに驚き、発狂寸前ということだったようだ。おい、西田。お前は空港で若と一緒にいたよな。若？若って誰ですか？バカ野郎！若といえば若だろうが。俺は若なんて野郎は知りませんよ。まったくてめえってやつは、てめえが一緒にいたお方だ。俺が一緒にいたのは、新入りの日田ですよ。てめえ、組長の名字がなんて言うのか知らねえのか。え、確か、日田ですね。そうだよ、日田だよ。てことは、あのお方が誰なのかわかるだろうがよ。え、まさか。いや、それはないですよ。嫌だな、兄貴。冗談言わないでくださいよ。あいつがそんな。そんな、なんだよ。え、まさか組長の？ああ、このことはみんな暗黙の了解で知ってら。てめえはみんなが話してることが耳に入らねえのかよ。知らなかった。いい加減にしやがれ。そう言うと、東丸は西田の頭を殴った。これまた西田同様に鉄拳制裁というやつだ。痛えよ兄貴。痛えじゃねえだろうが。それで若は今どこにいるんだ。日本です。はあ、なんで日本なんだ。新人なんで事務所で留守番するように言いました。なんてことを。そんなに落ち込むことないですよ。実際新人なんですから。新人が留守番なんて誰が決めたんだ。俺です。搭乗券は人数分あったはずだぞ。ああ、確かにありましたが、新人にハワイなんていらないと思いまして。それに電話番がいないんじゃ困るじゃないですか。だったらてめえが残ればよかったんだよ。嫌ですよ。せっかくタダで遊べるのに、なんで俺が残るんですか。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。そう言うと、またしても鉄拳が飛んできた。だから兄貴、痛えってば。うるせえんだよ。いいか、今すぐ何とかしろ。何とかと言われても。若に電話して、すぐにハワイに来てもらうんだ。こんなことが組長に知れたら、大変なことになるぞ。でも、そう簡単に連れてくることなんてできませんよ。笑ってる場合かよ。何が何でも来てもらうんだ。でも無理じゃないすか。新人なんだからいいじゃないですか。バカ野郎。ただの新人じゃねえから焦ってるんだろうがよ。今回の宴会では、若が組長の息子だとみんなに紹介するって大事なセレモニーがあるんだ。そんなこと聞いてないですよ。てめえに言う必要があるのかよ。まあ確かにないですが。いいか、何が何でも若に来てもらうんだ。それができなきゃてめえの首が飛ぶと思え。わかりました。すぐ電話してみます。
そう言うと、その場で西田は俺に電話をしてきた。だが、当の俺は事務所で動画を見ながら爆睡してしまっていたのだ。しかも、スマホは電池切れ。事務所の電話はどうせ鳴らないだろうと思いながらも、万が一電話が鳴ったのでは面倒だと思い、座布団を何枚もかけていた。おかげでゆっくりと動画を見ながらの寝落ちという状況だった。兄貴、あいつ電話に出ねえんですが。出ねえで済むかよ。兄貴。なんだ。そんなに大事なことなら言っておいてくれてもよかったと思うんですが。てめえはまだそんなことを抜かしてんのかよ。でも、俺だって組長の息子だと分かっていたら、もう少し優しくしたんですから。てめえがしっかり若の面倒を見てるから分かってると思ったんだよ。俺が分かるわけないじゃねえですか。いい加減にしろ。いいか。自分がこんなことをしでかしたんだ。自分のケツは自分で拭け。自分でケツを拭くのはいいですが、連絡が取れないんですからどうにもならないですよ。てめえが日本に戻って、若を連れてくりゃいいんだよ。ええ、そんなことしたらハワイにいる時間が減るじゃねえですか。それがどうした。それに飛行機代だって兄貴が出してくれますか。てめえは本当にバカ野郎が。そう言うとまたしても拳が飛んできた。だから痛えって。飛行機代はてめえで出せ。生きていたいなら、そのくらいのこと自分でしろ。いいか、今日の夕飯までに若を連れてこい。それができなかったら、てめえの命は今夜までだと思え。わかったな。東丸は大変な剣幕で西田を怒鳴り飛ばした。さすがの西田もあまりの剣幕にこれはいつもとは違うと思ったらしい。すぐにその場を離れはしたものの、自分が飛行機代を出し、ハワイでの時間を無駄にすることが許せなかった。そこで、弟分の森山に電話をかけた。おい、森山。あ、兄貴、なんで電話なんか？すぐそばにいるのに、声かけてくれたらいいじゃないですか。楽しそうだな。はい、ハワイなんて一生来れないと思ってましたから。そうかよ。そいつは良かったぜ。ところでな、お前に頼みたいことがあるんだ。頼みたいことですか？森山は眉を曇らせた。というのも、西田に頼みと言われてまともな頼みだったことがないからだ。また今回も厄介なことを言い出すんじゃないだろうなと敬遠したということだ。だが、どんなに敬遠しようと西田は兄貴分だ。何でしょうか。日本に若がいる。若？若って。若って言ったら若だろうがよ。すいません、急に言われたものでピンとこなかったんですが、ただしのことですか？なんだてめえは。ただしが次期若頭だってことを知っていたのかよ。ええ、みんな噂してましたから。なんで俺に言わねえんだよ。あんなにみんなが話していたし、いつも兄貴は若のそばにいましたから、てっきり分かっていると思っていました。え？だって、西田の兄貴がみんなが知っていることを知らないはずないし、まさか知らなかったんですか？そんなことがあるかよ。知ってたに決まってる。ですよね。てめえを試しただけだ。ああ、兄貴も人が悪い。それでな、てめえに大事なミッションをくれてやるよ。何でしょうか？こいつは極秘の重要任務だ。はあ。そんなことを言われたら余計に不安になる。どうせ大したことではないのだろうにと思う森山だった。あのな。はい。日本にただしがいるんだ。なんでですか？朝はアロハシャツ着て、でっかいバッグを持ってたじゃないっすか。てっきり来ると思ってましたが。うるせえよ。来なかったんだよ。なんでだろう。あいつ、みんなとハワイに行くのを楽しみにしてたのに。
うるせえ、俺の話を聞け。ああ、すいません。いいか、とにかくあいつは日本にいるんだ。事務所で電話番をしてるから、お前はすぐに日本に飛んで奴を連れてこい。え？飛行機代はてめえが出すんだぞ。それで宴会までには戻ってこい。わかったな。ああ、はい。こうして西田の代わりに森山が日本へと戻ったわけだ。弟分に東丸から言われた任務を託した西田は、姿を隠すべくみんなとは別行動をすることにしたらしい。よし、行きたかった観光地を巡ってみるか。本当なら組の金で遊べたのに残念だが、まあそこはしょうがねえだろう。行きたくねえところに行くよりも好きなところに行く方がずっと価値があるってもんだしな。そんなことになっているとも知らない俺は、昼寝から目を覚まし、昼飯をどうするかと考えていた。事務所を出てもいいが、それも面倒だしな。よし、ここはオーバーイーツに届けてもらうか。なんとも気楽な留守番を続行していた。そうしてのんびりと時間を過ごしていると、事務所に見た顔が現れた。あれ、ハワイは？ハワイはじゃないですよ。なんで来なかったんですか？なんでって、西田さんに残るように言われたからだよ。ビールでも飲むかい？ビールどころじゃないですよ。宴会までに正さんを連れて行かないと、俺が兄貴に怒られるんですから、すぐに行きますよ。理由のわからない俺だったが、焦りまくる森山に引きずられ、再び空港へと急いだ。空港への道すがら、一体何があったのかと聞くと、事情を説明してくれたが、俺の方の事情を聞くと、かなり憤慨していた。なんだよ、結局自分が悪いのに、あの人は俺に迎えに来させたのかよ。どこまで自分勝手なんだよ。しかも、ただちさんが若だってことも、本当は知らなかったんじゃないか。森山が怒る気持ちもよくわかる。だが、これで宴会までに俺がたどり着かなければ、森山はさらに西田から怒られるわけだ。俺たちは、とにかく急ごうということで、ハワイへと飛んだのだった。数時間後、俺たちはまっすぐホテルへと入った。するとそこで、組長に会った。明らかに到着したばかりといういでたちの二人に、組長は首をひねってしまった。なんだ二人とも、どうしてまだそんな格好をしてるんだ。今到着したばかりだからですよ。今だと、どういうことだ。俺は今までのことをすべて組長に報告した。すると組長は、なんてやつだと怒りをあらわにした。そこに東丸が来たものだから、話はさらに大きくなった。どうしたんですか？どうやら西田のやつが息子を日本に置いてきたらしい。ああ、すいません。それに気がついてすぐに迎えに行くように西田に言ったんですが。ところが、迎えに行ったのは西田ではなく森山だ。どういうことですか？どうやら西田に頼まれたらしい。というより命令されたんだろうがな。あの野郎、俺の命令を無視しやがって。東丸はそう言って怒ったが、組長がそれをいさめた。まあ、放っておけ。そのうちあいつも戻ってくるだろうさ。兄貴分の言いつけを守らなかったけじめは、その時につけさせればいいんだ。はい、そうします。これは大変なことになりそうだと思ったが、俺も森山も何も言わなかった。さて、しばらく休むと、すぐに宴会が始まった。俺は組長の隣に座ると、乾杯とともにビールを煽った。すると組長がみんなに向かって話し出した。みんなももう知っているだろうが、ここにいるただしは俺の息子だ。こいつは直に若頭の席につける。そこでいろいろと学んだ暁には組長にする。俺の息子だからと遠慮せずに、いろいろと教えてやってくれ。組長がそう言うと、部屋中の組員が拍手を送った。それに続き、俺が挨拶をした。何もわかりませんが、
組長の意思を継げるように頑張りますので、よろしくお願いします。そう言って俺は頭を下げた。この半年の間、みんなの中に溶け込み、組長の息子だからと偉そうにせず、とにかく謙虚にやってきたおかげだろうか、みんな喜んで杯を掲げてくれた。その時だ、宴会場に入ってきた人がいた。西田。東丸が土器を含んだ声を上げると、みんなが一斉に西田を見た。てめえ、どの面下げて戻ってきやがった。え、嫌だな、兄貴。俺は日本に行って若を連れてきたんですよ。ほら、だからそこに若が座ってるじゃないですか。なんだと？だったらなんでてめえは若と一緒に入ってこなかったんだ。それは、先に宴会場に行ってもらわないと、やっぱりほら、大変なことになるだろうからって。はあ、そうかい。それでてめえはどうしてこんなに遅かった？ああ、一服したりしてたもんで。一服ね。ずいぶんと長い一服じゃねえか。一服してたらなんか話しかけられちゃって話し込んじゃったんですよ。誰と話し込んでたんだよ。え、嫌だな兄貴。どうしたんですか？そんな根掘り葉掘り、まるでデカじゃないすか。ああ、うまそうな料理だ。俺の席は、と、ねえや。え？てめえの席なんてのはねえんだよ。どうしてですか？俺は一生懸命日本まで行ってきたのに。嘘ばっかりついてんじゃねえや。てめえは兄貴分の俺の命令も聞かずに森山に行かせただろうが。え、なんでそれを。いや、そんなことないですよ。なあ、森山。しかし、森山はうつむいたまま返事をしなかった。おい、森山。うるせえや。全部わかってんだよ。若が到着しなさった時に、ちょうど組長と会われて話してたんだよ。俺がそこで何があったのかと聞いたら、お前に頼まれて若を迎えに行ったってことじゃねえか。俺はてめえに行けと言ったはずだ。それはそうなんですが、でも結局こうして宴会に間に合ったわけですし、問題はないかと思います。問題なのは、てめえが俺の命令に逆らったってことなんだよ。逆らうだなんて、兄貴、それは大げさですよ。俺が行こうと、森山が行こうと、同じ結果じゃねえですか。てめえ、兄貴の言いつけは絶対だってことを忘れたのか。だから、俺は弟分に行けと命令したんです。トップダウンってやつですよ。そんなのが通用すると思ってるのか。だいたいてめえは今まで何をしてやがったんだ。まあ、あちこち観光して楽しんできました。本当なら、ただで観光できたのに、そこが残念でしたけど。楽しかったので、チャラですかね。何がチャラだ。勝手なことばかりしやがって。てめえのせいで、森山も若もハワイでの時間が減っちまったんだぞ。今日の観光に行くことができなかったんだ。てめえはそこのところをどう思ってやがるんだ。それは、下っ端なら、まああることじゃねえですか。そういうことに耐えてこそ、一人前になると思うんで。何をほざいてやがる。てめえの身勝手な行動が、他の奴らを困らせるってのがわからねえのかよ。いいじゃねえですか。若も到着したんだし、こうして宴会も進んでるんですよ。兄貴、あんまり怒ると血圧上がりますよ。今日は楽しいハワイでの夜です。楽しみましょうよ。楽しめるかよ。東丸、もういい。こいつにこれ以上言っても無駄だ。ですが、組長。じゃあ、俺の席を作ってもらおうか。いや、その必要はねえよ。え？てめえは今すぐこの会場から出て行け。は？どうしてですか？兄貴分の言うことが聞けねえてめえだ。あとは好きなように、一人で旅行を楽しめばいいさ。そんな組長、
みんなと合流したら、あとは金がかからないと思って、持ち金全部使っちまったんですよ。今一人にされたら、俺は日本に帰ることができねえや。そんなこと知るかよ。おい、そいつを放り出せ。待ってくれ、組長。本当に金がないんですよ。西田は大きな声で叫んでいたが、組長は無表情のまま酒を煽っていた。東丸もまた苦い顔で酒を煽っていた。あれから15年、俺はすっかりヤクザ稼業が板につき、今では若頭となっている。思い返してもなかなかの思い出だ。そんな俺の右腕となっているのが、あの時の兄貴分、東丸だ。あの時は大変でしたよね。時折、東丸とあの時の思い出話をするが、毎回笑い話となる。結局、西田は戻ってこなかったけど、奴はどうしてるんだろうな。さあ、連絡がないんで、ハワイで果ててるんじゃないかと思いますがね。まさか置いていかれるとは思ってなかっただろうな。そうですよね。そういえば、今年も旅行の季節ですね。ああ、今年は久しぶりにハワイだそうだ。そうなんですね。あれから15年間、ハワイには行ってないですからね。まさか奴に会えるとは思わないがね。会ったらすごいですね。そんな話をしていた俺だったが、ハワイに行ってみると、なんと再会したのだった。あれは、西田じゃないか。ハワイの繁華街と呼ばれる街に足を踏み入れた時、見たことがある日本人に出会い、じっと見てみると西田だったわけだ。俺はためらうことなく声をかけた。西田！すると西田は俺をじっと見ていたが、懐かしそうに近寄ってきた。懐かしい、若じゃないですか。お前、今もハワイにいるのか？はい、15年前に置いていかれて、現地の女に助けてもらいました。へえ、こりゃすごい。それで何度も帰ろうとしたんですが、その女に惚れられちまって、どうも帰りづらくなっちまったんです。ってことは、はい、今はこっちで所帯を持って、ガキも大きくなってます。そうかい、そいつは良かったじゃねえか。置いていかれた時はどうしようかと思いましたがね。こんな縁があるとは思いもしませんでした。じゃあ、幸せにやってるということか。なんとか平和に暮らしています。ヤクザ稼業はどうした？いや、今は食い物屋を開いて、女房と二人で頑張ってますよ。小さな店ですけどね。これが結構繁盛してましてね。俺の作る日本食にハマった客が常連になってくれたもんで。そうかい。それは良かったぜ。ということはもう日本に戻るつもりはねえのか？はい、ありませんね。俺はこっちで小さいながらも幸せにやってますんで、今更日本には戻りませんね。そりゃそうだな。まあ、何か困ったことがあったら連絡しなよ。俺はそう言うと名刺を渡し、西田と別れたのだった。それにしても、こんなことが本当にあるということに驚いたのと、どこに幸せが転がっているものかわからないもんだとつくづく思った。俺もハワイで幸せを探すかな。わか、ダメですよ。次期組長なんですから。東丸に怒られるという結末だった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。